初出場を果たしています、ね、なるほど、はい、国際試合も経験いたしました江藤美奈子選手はまだ高校生、これからの日本の女子体操界を背負って立ちます。そのバレの強さをご紹介いたします。これです、高さもあります、はい、抱え込みのムーンサルトですね、はい、どちらかと言いますとこんなこと言っちゃ怒られるかもしれないませんが男性的な強さを持ってますね、この人は。そうですね、筋肉のタイプがそうですね、はい、まあ、これからでしょうね、そのいわゆる女性らしい美しさ優しさというものを勉強していくにはね、はい、まあ、この振り付けもタイの世界選手権に出るということで、はい、あの新しく振り付けたものだそうですよ。ああ、そうですか。まだ16歳。やっぱりタンブリングは何か非凡なものがありますね、はい、全日本でも第5位と健闘しております。ああ、この抱え込みの2回宙返りも素晴らしい。何か力強さ、はい、たくましさを感じますね。最後までスピードがこう衰えないっていうところが非常にこの選手の強みですね、はい、そうですね、はい、自分でも言ってましたね、やっぱりこれから勉強するのは表現力じゃないかなってことを言ってましたですね。これは抱え込みのムーンサルトですね、はい、入りの部分ですね、はい、まあ、本人が自覚してますのでこれからのこの選手の、まあ、試合を期待したいです ね、 そうですね。やはりあの表現力っていうのも試合を重ね、また練習を重ねて自然と自分の良さが分かってきて、ここを表現するんだっていう風に掴むものですからね。そうですね、はい、中日カップの個人総合で7位というのはこれは堂々たるものですよね。はい、昨日個人総合選手権が行われまして、日本の鳥栖高校の江藤美奈子選手は堂々7位に入っております。7番目です。床運動でも頑張りました。今点が出ますが、どのぐらいの点が出るんでしょうか。現在のところミロソビッチが 9.875 でトップです。